から6番の鶴井を抑えていきます。鶴井はすんなりと下げそうです。現在は2番手の内側あたり、後方7番の堀内が一気に上がってきました。バックストレッチ誘導員をかわした8番の宇佐美を抑え込んでいく7番の堀内です。残り600の鐘、宇佐美は下がって4番手キープを狙います。後方からは6番の鶴井が巻き返し上がってきた。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。6番の鶴井が2番手横まで迫ってくるが、9番の佐藤がこれをブロックしていく。鶴井は交代していきます。7番の堀内が先頭でバックストレッチ、堀内が先頭、2番手9番佐藤、3番手3番高森、関東勢盤石の体勢。4番手は8番の宇佐美がまくっていけるか、まだ4番手動けない。4コーナーから直線、7番の堀内先頭、追うのは9番の佐藤、外から3番の高森、9番の佐藤かゴールイン。2着3番の高森です。